皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で141回目となります。今回も前回に引き続き CD などディスク類の音質改善のお話になります。その後編ということになります。それで時代としてはハイレゾへ移行しつつあるというのに、どうして今更 CD をテーマとして取り上げているかというと、私としては SACD や DSD の音の方が好みなんですね。それが理由となります。それで皆さんはきっと日頃ハイレゾの音を多く耳にしていると思います。これが DSD 方式で仕上げられた音となると、随分と音の感じ、聞こえ方が変わってきます。ただ DSD 方式の音を聞いたことのない方もきっといらっしゃることと思いますので、まず最初に DSD レコーディングの曲を聴いてみてください。Dark and sad and bright and glad. There
colors. Blues are more than just a color. They're more of pain. Taste of strife and sad, sad refrain.はい、皆さんいいとは思いませんか？また DSD となるとこんな感じの音聞こえ方になりますね。もっとしっかりとしたシステムで鳴らせばなおさらに生音っぽい感じなんでしょうね。はい、それでは本題に移りたいと思います。それで皆さんは今回の対策をすでに試されてみたんでしょうかね。どうなんでしょうね。この対策の効果、音の良し悪しについては皆さんで判断してみてください。それで今回ご紹介した対策はよほどショッキングだったらしく、たくさんのコメントを頂戴しております。ありがとうございます。その中にはネガティブなコメントも多く頂戴しておりますが、そのお気持ちは察します。よほど拒否反応を覚えた方はどうぞスルーしてください。世の中にはこういう方法もありますよと紹介したにすぎません。ただこういうことは固定観念や経験則を持って頭で考えただけでアクションを起こさないことには音は一切変わりません。少しでも興味を持たれた方は実際に試してみて、そこから得られた結果をもってして今回ご紹介した対策についてそれぞれに判断していただければいいんじゃないかなと思います。とはいえ私は一つの提案をしているだけで押し付けているわけではありません。それでこの後編ではディスクに太陽光の照射をするととにかく良かれ悪かれ音は変わります。なので太陽光の照射後の音の微調整のやり方を紹介します。それに続いては今回の対策をする上での注意点になります。それで最後に前編での私の説明にはいくつか誤った点がありましたので、その訂正をしたいと思います。今回はこういった内容となっています。それではまず音の微調整のやり方になります。今回の対策をしていただくことによって音は良くなります。再三お話をしているように効果がありすぎると音圧が上がり、ゲインも少しきつめになってしまいます。もし皆さんが試されてみて今まで消えていたスピーカーがぽっかり浮かぶようになってしまったり、またはスピーカーが目立つようになってしまった場合には次の方法で音圧を抑えてみてください。そのようにしていただければ音質は良くなったままで音圧ゲインだけをある程度抑えることができます。その方法としてはトピックの91をご覧いただいて、スピーカーケーブルに備長炭シートを音の様子を見ながら巻きつけてみてください。すると音圧はいい感じに下がるはずです。もしそれで十分ではないときにはトピックの65をご覧いただいて、追加で電源ケーブルにも適量備長炭シートを巻きつけてみてください。さらに音圧と原因を抑えることができます。このように微調整をしていただければきっと音はいい感じに仕上がるものと思われます。備長炭シートとはこのようなものになります。100円ショップで売られています。これをテープ状に切っていただいて
各ケーブルに巻き付けていただければいいわけですね。そうすることによってどなたでも簡単に音圧を調整することができます。そうしたらテープ状に切った備長炭シートはこのように巻き付けてみてください。スピーカーケーブルでしたらこんな感じですよね。ターミナル寄りに巻き付けてみてください。音の様子を見ながらですね。もうこんな感じです。あと電源ケーブルでしたらこのような感じです。筐体寄りのところに巻き付けてみてください。まあ音の様子を見ながら巻き付けてみてください。こんな感じですよね。このようにすることによって音圧とゲインをある程度抑えることができます。試してみてください。続いてはこの太陽光の照射についての注意点になります。これは前編でも言っていますが、過度の太陽光の照射は避けた方がいいという点ですね。太陽光の照射が過ぎると音圧が上がりゲインがきつくなります。おそらくは春と秋であれば30分前後がやはり適当ではないかと思われます。私の場合は秋の日差しで1時間前後太陽光の照射をしてしまっていますので、手持ちの8割のディスクが音圧ゲインともに少しきつめになってしまいました。やはり30分くらいでやめておけばよかったと今更ながら少し後悔をしています。この方法は検証途中なので夏場に関しては全く分かりません。ただやはり夏の日差しは強すぎますので、夏場にはやらない方がいいような気がしますね。とにかくこの方法は不可逆的な対策です。やり直しのできない方法になります。その上検証の途中でもありますので、試される時には短めの照射を心がけて十分に注意をするようにしてください。それと CD の取り扱いの注意事項には直射日光に当てないでくださいとあります。これは時間のイメージとしては何時間も何日間も何ヶ月間もといった状況をおそらく指しているものと思われます。とはいえこのような注意書きがあるのも事実です。ですからこの注意書きが気になるという方は無理してまでする必要はないんでしょうね。はい、それでは最後に今回の対策についての説明に誤りがありましたので、その訂正をしたいと思います。今回の対策はまだ検証途中ということもあり、何かを引用するまたは確認することもなく自分なりの解釈で簡単にお話をしました。しかしそれがどうもまずかったようです。ですから今回は少し引用させていただいてお話をしたいと思います。今回の対策はオーディオアクセサリーの一つにネスパープロという製品があるんですが、その理屈と効果を真似した対策となっています。ネスパープロとは一体どういった製品かというと、 CD などのディスクにキセノン照射、太陽光に近い光を当ててディスク自体の音を良くするというものなんですね。それでこれについての効果としては、はっきりとした音質改善を体感することができると昔から聞いていました。なので私はキセノン照射の代わりにそれに近い太陽光を利用することを随分前に思いつき、この通り時折検証をしていたわけなんですね。また結果として太陽光であったとしても気をつけて照射をさせることによって一定の音質改善効果を得られることが分かりました。その効果としてはおそらくは同等または近いものではないかと予想されます。正確に対策後の検証はできていませんので、これについては不確かなお話になってしまいますが、ということで今回はこのネスパプロの説明文を引用、少し拝借させていただいて前回の説明の訂正とさせていただきたいと思います。それでは説明文を要約まとめたものを読み上げていきたいと思います。ディスクのベース材ポリカーボネート基板には反射層反射膜として金属製の極薄膜が付着し、プレイヤーのピックアップ部から発せられた光線をより多く反射させる方法が捉えています。しかしこの反射膜の密着強度は一般のディスクでは十分とは言えず、ポリカーボネートとの間にわずかな隙間を作っています。この隙間があるために反射が起きる場所が2箇所あることになり、ピックアップに戻ってくる光が時間軸のずれた有害なノイズを多く含んでしまう現象が
一般的な光ディスクにおいては発生してしまいます。なので金属製の極薄膜とポリカーボネートの反射面をキセノン照射により光学定着をさせて密着度を高めます。そのようにすることによってピックアップに戻る光が本来あるべきクリーンな光線に改善されるというわけです、とこのような内容になっています。ですからキセノン照射のところを太陽光に置き換えていただければ概ねは今回の対策の説明としてはいいのではないかと思われます。それと光ディスクの仕上げ方なんですが、 UV 効果アクリル樹脂をコーティングして UV 照射をすることにより光融合で仕上げるわけなんですが、これはレーベル面のみになります。情報面はポリカーボネート樹脂のみということになります。 UV 効果アクリル樹脂に UV 照射をするわけですから、当初は光融合による効果が多いと解釈しました。UV 効果アクリル樹脂の光融合もまあゼロではないでしょうけれども、ただそうではなく正しくは光学定着による効果ということになります。光学定着については引用していますので私も言葉だけになります。詳しく知りたい方はそれぞれに検索をしてください。説明の訂正としてはこのような感じになります。申し訳ありませんでした。なので今回の対策の理屈についてはこのようにご理解ください。なお作業方法と対策の効果についてのお話に関しては特に訂正箇所はありません。ということで今回はこのようなお話でした。作業内容も実に簡単ですし音もはっきりと変わります。ですから興味のある方は早速試してみるといいのかもしれませんよ。ただ不可逆的な対策になりますので、ある程度太陽光の照射については慎重にするようにしてください。また自己責任ということでお願いします。お気に入りで大事な CD は後回しにしてください。まずはそうでもない CD で音の様子を見ながら太陽光の照射を試してみてください。その上で自分の好みに合った音なのかどうかを必ず確認してください。または中古の CD で試すのもいいかもしれません。そのようにすればリスクは少ないですよね。一方ですね、懐疑的な方は無理してまで試す必要はないです。私は提案をしているだけで押し付けているわけではありませんので、とにかくこのようなことは理屈を並べたりイメージをするだけでは音は一切変わりません。トライアンドエラーをするしかないんですよね。その上で結果をもってしてその良し悪しを判断すればいいんじゃないかなと私は考えています。まあいずれにしてもあまり難しく考えずにオーディオは気楽に楽しんだ方が正解なんじゃないかなと思いますね。その上でもし音が良くなる可能性があるとしたら、いろいろと試してみるのも楽しみ方の一つではないかと思いますね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。